はい、アンコールありがとうございます。一曲だけやらせていただきます。ワン、ツー、三、四。甘い声だ。
来てたらいいでしたけど、選曲がいいね。素晴らしい。Oh,
吐き出される感じが。ヨロリンさんだ。ね。っていうのね。
餃子つけたらよかったわ。いい感じでした。続いてまた洋楽なんですけど、またってどういう、待って今違うんですか。あ、そうだ、すいません、さっきやった洋楽なんですけど、これはほとんどエアギターな感じで、パーカスをこう叩いてやろうかっていう感じです。でもう皆さんご存知の曲なので一緒に歌って大合唱しますよ。大合唱ガンガンいきますよ。みんなで叩いたから、やばいぞ。古い歌やってくれるな。古いです、知ってるよみたいな。これなんかね、そのイガちゃんがミクシーかなんかで、ね、告知をするときに昭和歌謡をドゥービーブラザーズをやろうと思ってるんですけど、いい昭和歌謡をやりますって書いてあって、ドゥービーブラザーズ昭和歌謡は使いない歌謡じゃないよな、なんか昭和、ね、歌謡は昭和は昭和だよ、昭和だよ、昭和は歌謡だよ、昭和広い意味だ、日本人的には昭和だよ。大丈夫大丈夫、問題ない、なるほど。今ミクシーに写真あげてあげるユニットの名でフェイスブックにも上げてあげるから、今度日本語の曲を。
汗で全然出ないです。トークジャムにやってます。全然出ない。意外と高いとこ出る。全然高いとこ出る。高いとこ出る。さらに3倍。トークジャムってさ、シャリアスが入れる？ OK ですね。全然 OK ですよ。あ、だってトークジャムに行って、少なくともフォークジャムに行ったらフォークジャムですか。何で待ってくれ。やらないといけない。じゃあ長渕もありだ。 OK ですよ。この前10個ありました。じゃあさ、福山もありだ。 OK ですよ。全然 OK ですよ。ずいぶんなんか敷居が低くなったね。なんか投資は敷居が違ったんですか。あ、楽しくダメみたいな。膝で鍵盤引くの。はい。あ、他の線。すごいな。弾いてるうちにね、動いてきちゃうんですよ。しかもペダルがあるんだよ。立てようとか思わないのね。スタンド。スタンドいらないです。いらないの。はい。大股開きって気持ちいい。ごめん、すごい格好なんだけど。スカートだから大丈夫だよ。スカートなんで大丈夫。見えないよ、大丈夫だよ。うん。いや、すげえ格好だなと思って。あ、すごい引きやすい。声だけがね、もう本当出なくて、本当すみません。では、トゥビーブラザーズ。
セットリストがあるからそこは言いませんよ。そうか、そうか、次は僕は日本語なんですけど、カイバンドの曲。おー、いいね、渋いとこ行くね。なんかカイバンド、私この曲がすごい好きなんですけど、なんかイガちゃんがこれすごいなんか好きでやりたいんですみたいな。イガちゃんいくつ年？26、62です。62です。なめんじゃねえぞ。60に近い人間のことで。よく知ってるね。草木先生だって60になってないから。26から62まで。草木先生還暦前ですよね。前、もうすぐだけど。岩田26でしょ。で、私46なんですよ。で、ちょうど20代空いてるので、同じ曲をやるっていうのは結構なんか珍しいですね。金峰金峰芸だ。金峰芸、金峰芸金峰芸って何だよ。金峰芸って何だよ。両方とも草だ。東京の一夜が金峰芸。そう、金峰芸だ。分からない、とりあえず。やっぱヒーローでしょ。じゃあ若いのに同棲してるな。金峰芸が一番好き。私はもっと金峰芸を。じゃあちょっと金峰芸を。色は新しい。売れちゃった会話とか。もう売れちゃった会話です。なんとかの街角。あ、そうそう。さっき
時はマリちゃんが気づいたんだ。無理がありますよね、この体勢ね。普通できないと思います、うん、もうこれができたらピアノ芸人かなんかで ピアノ人間ホールとかでかなりいけるんじゃないか。あの、なんだっけ、日テレの番組出るよスタードラフト会議にはどうでしょう結構なんかロック好きな人マスコが薄いからな。全然ロックじゃないですよ、次の曲。なんかさ、ロック好きといえば、あのここによくいらっしゃる王様っているじゃないですか、うん、王様、あの提灯ブルマ入ってる王様が、あのちょっとラジオ局で私働いてるんですけど、ゲストに来たんですよ王様が。で、受付でマネージャーさんの格好で、あのすいません、どちら様でしょうかって受付の人が言って、で、すいません、王様、今日のゲスト番組に出る王様と申しますって王様言ったんですけど、受付が大沢だと勘違いして、まさか王様が来に来ると思わないから、王沢さんいるじゃないですか。王沢だったと思って、スタジオに普通ゲストが来ると電話がかかってくるんだけど、すいません、ゲスト今日ご出演の王沢様がいらしてますがって言うんですけど、また受付からかかってきた電話を取った AD が、まあ王様が来るっていう認識があるんで、王様様が来ますみたいなことで、で、その、すみません、王様様がいらしてますが、みたいになって、別にこの話何のオチもないちょっとそれはめんどくさいって王様素直じゃ誰もわかんないぞそれ言えるよな、わかんないですよ。ライブ終わったら意外に真面目なんですよ。そうなんです、真面目で。次の曲は、あの石川ひとみさんの曲なんですけど、待ち伏せだ、待ち伏せだ、待ち伏せだと思うじゃないですか。ところが、でところが、待ち伏せが売れたんで、ところが、またその所属の渡辺プロダクションが、渡辺プロのもう一回カバー曲で行こうということになって、ユーミンは関係ないんだ。で、その思ったほどその待ち伏せの次の曲は売れなかったんですけど、すごくいい曲で、3枚の写真の曲なんですけど、作詞松本隆、はい、作曲大野克洋、おー、大野じゃん。歌詞がやっぱりあの松本隆先生は素晴らしくて、先生お面のハンカチとか、あと外は白い雪の日に、歌詞の中でこう別れていく男女を描くという感じなので、この曲すごい歌詞がいいので、歌詞を、大変ガラガラ声で聞き取りにくいかとは思いますが、お聴きいただければと思います。はい、ちょっと洋楽の曲をやろうと思ってるんですけど、洋楽をこの曲を聴いてて、なんかにコード進行がちょっと似てるなと思っていて、なんか似通った感じの曲をやります。Please don't turn me away.
MC なんで静かにしてもらって声がってこれはちょっと本当に全然出ないかもしれないキーボードが素晴らしいから大丈夫、はい、ありがとうございますこれ全然出ないかもしれないやってみますWe'll be right back.
すいません。ぜひ、なおちゃんにインタビューしてください。ぜひ、なんて言うたっけ。これは3枚の写真。写真。はい、なおちゃんに。今電話しようか。多分なんの今電話するのなんだ。ランプに来るお客さん、準拠。そうか、俺分かんないですよ。ヨウさん、今商談に電話しますか。しません、します。今しちゃう。なおちゃんに。知ってる？もちろんですよ、三浦さんって言われそうだけど。全部知ったよ、また言うでしょ。ここまでは大レコードなら持ってるとか言いそうだよね。1番はちょっと待ってる。2番は…打ち合わせですか。打ち合わせですよ。2番は…名曲ですよ、言われそう。石川ひとみ市場とか言われそうだ。もちろん高い。主戦の方が低いですよ。なんせだって打ち上げしたらやる。すみません、最後の曲で。やっと溜まってきたのに。こっちがやっと溜まってきたのに。これからみんなで大合唱っていう予定だったのに。オリンピックのテーマソング。カフェの時代。生き物ばかりか。ちょっと前のオリンピックの。ここは私が一番。あとはもう。あとはメンバー紹介を。メンバー紹介。ボーカルとコーラスとベースと全部やってくれる伊賀ちゃんです。あと曲の発掘ね。曲発掘。よくわかんないんだっけ。キーボードを大股開きで弾くようなリコさんです。リコさんはどうかなと思うけど、OK よ。そうなんです。スカート履いてるんです。大丈夫です。そう、リコちゃん、ありがとうございます。リコちゃん、OK です。では、あの、本当に今日皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しかったです。では最後の曲です。聴いてください。期待しちゃいます。悲しみや苦しみの先に
アンコール、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 3曲ぐらいやれよ。ユズのこれあれ NHK だよ。3曲ぐらいでユズしてあげる。そう、NHK だからね。あんまり負担かからないでさらっと。1曲だけ。1曲入魂で。すみません。入魂。1曲入魂。1曲入魂。はい。ごめんね、無理言って。でも、とんでもない、とんでもない。すみません。本当すみませんでした。じゃあ、G 弾いたら許してあげる。わかりました、今回。ローコート、ローコートで。ということは G か、K が G か、A か、A か C だな。カポさん、カポさえすれば何でもできる。カポさえすればいいんだな。素晴らしいです。G の取り方。辛いって言ってんのに、アンコールは。ほとんど、イガちゃんのソロが、ほとんど歌うようなソロがいい感じなんで。はい、じゃあ。ちゃん決めてよ、マシッと。それはあれだな、主婦だから。あ、なんか引っかかってるよ、ぐるぐるっと。あ、本当だ、スタンドじゃん。ありがとうございます。開けていい。え、あ、はいはい、ちょっと開けます。